こんにちは。お天気をお伝えします。今朝は雨が上がって冷えた朝となりました。札幌の最低気温は 3.2 度と今シーズン一番の冷え込みとなり、霜の降りたところもあったようです。では今の札幌はどうでしょうか。この時間気温は10度に上がっていますが、この後はあまり上がらない予想です。では午後の天気を詳しく見てみます。時間ごとの天気、道央と道南です。札幌の気温は11度止まりでしょう。今晴れ間があっても昼過ぎには一時的に雨が降りそうです。急な雨にお気をつけください。太平洋側です。西部は日中日差しが届きますが、東部は雲が目立つでしょう。傘マークのないところでも通り雨の可能性がありますので、外出には折りたたみ傘があると安心です。道北とオホーツク海側です。留萌など道北は雨が降りやすく、オホーツク海側ではこの後雲が多くなりそうです。最高気温は10度前後で、旭川は11月上旬並みです。ここ数日季節先取りの寒さが続いていますが、週末以降の寒さはどうなるでしょうか。気温の変化を見てみましょう。こちらは札幌の最高気温です。今週は最高気温が10度前後の日が多く、昼間でもトレンチコートなどの上着が必要なほどの寒さでした。この先は気温が上がり、日曜日から火曜日にかけては18度の予想です。来週前半にかけて秋の暖かさが戻り、昼間は上着なしでも過ごしやすい陽気となるでしょう。では天気マークと合わせて週間予報です。明日は広く晴れますが、オホーツク海側では雨の時間がありそうです。朝晩は路面の凍結にご注意ください。日曜日は日差しの暖かい秋晴れとなりそうです。月曜日からは雲が目立つでしょう。以上、お天気でした。